に殺されるくらいならば無人島で死にたいって言ったね。そういう冗談言うやつたまにいるけど本当に行くとは思わなかったな。ペットボトルでできたアホらしい名前の船に寄せ書きをしてくれって言ったね。関わり合うのも正直気が引けたけど太いペンでこんな風に書いた。どんよりした曇り空でも Don't worry 俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でも Don't worry 根拠もないのに失礼だったかな。直江津から引き潮に流されてロシアの方まで消えてったお前。太平洋から行ったらよかったのに和歌山とか四国とかどっかから。問題はそういうことじゃなくてこんなことすること自体が問題。韓国とロシアの捜索隊巻き込んでたくさんの人に迷惑をかけてるよ。だけどどんよりした曇り空でも Don't worry 俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でも Don't worry 根拠もないのに失礼だったかな。お前とか呼んだら偉そうだったかな。みんな好きなように暮らしたなら今よりも幸せな世の中になると黒目がちなお前はそう言ったけど俺はなんだか少し引っかかる。誰もがみんな好きなように暮らす世界なるほど確かにそいつは素晴らしい世界けど問題は俺たちがそんな世界ではやってけないほどだらしないってことだけどどんよりした曇り空でも Don't worry 俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でも Don't worry 根拠もないのに失礼だったかな。お前とか呼んだら偉そうだったかな。北朝鮮で捕まったお前のニュース深刻な顔で毛布にくるまってる姿ワイドショーで謝ってるお前の家族初めて見たけどそっくりなんだね。
問題はそういうことじゃなくて、自分がどれだけ周りに迷惑をかけて生きてるのかってことだと思うんだけど、退屈な世間キックする前にね。だけどどんよりした曇り空でもどんより俺のメッセージお前に届いたかな。カモン皆さん、根拠もないのに失礼だったかな。お前とか呼んだら偉そうだったかな。なあ